あ、今日はですね、レビュー動画を撮りたいと思います。皆さん知ってるかな？すごく今、便利なアイテムがあるんですよ。傘のレビューでーす。今日はですね、傘というものが、どういう効果をもたらすのか、そっちの方をレビューしていきたいと思います。はい、どうぞ、来てください。そのですね、傘があれば、水を避けられるんですよ。でも、傘がないと、濡れてしまうと。いうのをみんな知ってる人と知らない人がいると思うんで、そちらの方をレビューしていきたいと思います。これでここにこうかけてもらってどうなるかっていうのをレビューしていきたいと思うんで、いいですか、中田さん。はい、じゃあいきますね。うわ、濡れてない。どうですか。は？いや、全然濡れてないですよね。はい、すごいな、やっぱり傘は。傘はすごいな、やっぱり。これ傘ないとどうなるか見せましょうか。はい、でこうやってやって、そうなってて、こう。何やってんだ。レビュー動画っす。何やってんだ。さっきちょっと岩田さん、さっきトイレ入ったじゃないですか。出てきて匂いが全部こっち来ちゃってるんですよ。ブリックスクテクスクテ、ブリブリブリ。ちょっとレビュー動画もまんまならないんですよ。レビュー動画も今まんま、この3人とも今まんまならない状態なんですよね、レビュー動画が。確かになんかみんな苦い顔してますよ。みんな傘使うときは雨降ってるときに使ってくださいね。無駄になっちゃうんで。これ雨降ってないときはこれ置いて帰ってください。最初から最後まで何言ってるか分かんなかったんだけど。怖いよこの動画。この動画ホラー動画だ。傘のレビュー動画。いやいや、裸の人がさ、皆さん傘って知ってますか、から始まったんでしょ。本当怖かったよ。怖いよ。